パーサートレーナーのゆうじです僕は普段40,50代以上の人しかトレーニングの指導をしてないんですけれども2,30代全然いないんですけれどもまあそのあたりの中年の人それ以上の人を指導していて大胸筋のトレーニングダンベルプレス、ベンチプレスを教えていてほぼ必ず100%の人にある問題というのがありますその問題というのがこれなんですね、えー、ちょっとやってみますけれどもまあ寝転んで こうやっていて、こうやってダンベルプレスをやっていくときに、まあベンチプレスとも同じなんですけれども、こういうふうにやっていくときに、まあ今僕はこうやってやってるのは多分ごく普通に、はあ、はあ、まあダンベルプレスだねっていうふうに多分見えると思うんですけれども、ただこれ僕もね、なんとなくやってるわけじゃなくて結構意識してやってるんですね。で、この意識してやってることというのが、まあほとんどの40、50代以上の人が起こしてしまう問題なんですけど、これがこういうときに肩が上がる。肩が 上がる肩が上がって胸がへこむへこんでますね胸へこんでますねでこの状態というのがほとんど全ての人に起きてるわけですねだから僕はこれを修正するためにもう毎回毎回ずっと肩を押さえて肩を押さえてずっと言い続けてる感じなんですけどもこれまずねなぜこれが4 5 0代以上の人に起きるかその原因は何かそしてそれを解決するためには何をしていけばいいかというところをね今から説明していきますね今言った ダンベルプレスをやった時のこの肩が上がるっていうのはまあその大胸筋のトレーニングダンベルプレスをやった時にいろいろトレーニングフォームについてはいろいろあります腕がねぐちゃぐちゃね斜めになったりとかそういうのもよくないですし呼吸が乱れるのもよくないとかいろいろあるんですけどその中の最大の問題というのが今の肩が上がるという問題なんですねでこの肩が上がるというのがなぜ起きるかという原因なんですけれどもねこれをやっていく時にじゃあいいですかこれ僕今肩が上がってない状態この トレーニングフォームとじゃ肩が上がってしまう肩が上がってしまう。肩が上がってしまうトレーニングフォームと何か違いますか？違い分かります。この肩が上がらないトレーニングフォームとこの肩が上がってしまう。肩が上がってしまう。トレーニングフォーム何が違うかですね。これはですね。 今見てねそちらから見て分かるとおり肩を押し付けて肩が上がらないようにするためにはこのね背中と腰のアーチを絶対描かなければいけない描き続けなければいけないということですよこれがやってる時にこのアーチが、ね、最初は描いてるのに潰れてる潰れていくっていうのもこの動いて潰れるっていうのもこれも良くないでそもそもがそれ以前にこのアーチが描けなくてその最初の時点がちょっと今黒黒で分かりづらいかもしれないんですけど このぐらいね、僕の場合手が余裕で入る。多分これだと僕が手を重ねても入るぐらい、ここに隙間が空いてますけど、まあ、このアーチがそもそも描けなくて、そもそも最初から潰れてる感じ。最初がもうこのぐらいなんで、ここもちょっと落ちてる感じなんで、ここからスタートするとどうしても肩が上がりやすいということになってしまうんですね。なので、このね、背中、腰のアーチというものを描かなければいけない。しっかり描かなければいけない。で、それを描き続けなければいけないということね。これをやっぱり作れるようにしていかなければいけない。ここを改善する 必要があるわけですねでこの改善するために足りないものというのが2つあります2つそれを順番に説明していきますまず今言った一番最初のところでね一番最初のところでアーチを描いてアーチを描いてこの肩を押さえてこの ただ、この肩甲骨の、この特に端っこの外側の方が、こうやっていくと、ベンチの端に押される感じがあるわけですよ。ベンチの端っこにこう押されてる。これを押したままで、ベンチに対してこの肩甲骨の骨を押したまで上がらなければいけないのが、この肩甲骨がこう浮いてしまう状況になってくるわけですね。で、そのためにまあこのアーチを描いてね、行かなければいけないんですけど、そもそもこのアーチが描けないという人もいます。結構います。 これはだから4 5十年ですごく多いんですけど、僕と同じだけのこのアーチを最初に描けない。なぜこれを最初に描けないかというと、そのための柔軟性がないからなんですね。柔軟性が足りないということ。そもそもそのフォームを取るための、腰椎胸椎の柔軟性、反らすという柔軟性がないからなんですね。だこれは反らすための柔軟性を上げていかなければいけないということです。 その腰椎、胸椎、ね、胸腰とこの背骨の上の方ですね肩甲骨あたりこの辺りは両方とも反らなければいけないここが反る必要もあるしこの肩甲骨の辺りこの辺がこう猫背のままのこういう姿勢であるとどうやってもここからスタートしたら肩出るわけじゃないですかだからこの辺りもこうグッとこういう反る形を作れなければいけないわけね微妙ですほんの一個一個の背骨こうギュッ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 と曲がっていく感じなんですけどこれができなければいけないでそれについてはもうね柔軟運動ストレッチをやるしかないんですけども肩甲骨の下がベンチの下 下に当たって、そしてお尻をぐっと落とす、落とす。もうこれでまず腰が反ってる状態。そして手をちょっと重ねます。手を重ねて、頭はね下ろしてもいいです。でここで肘を伸ばす。肘を伸ばした状態でこの腕をバウンドさせる。息を吐いて、吐いて、吐いて、吐いて。まあ、こういう感じで肘が結構ね曲がりがちだと思うんですよ。これを肘を伸ばしたまで。 これをバウンドするようにちっちゃくちっちゃくバウンドしながら息を止めないように吐いて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 という感じで少しバウンドするような感じの動きで柔軟運動、スイレッチをやっていく。まあこれによって特にね、この肩甲骨あたりの胸椎というのを反らせていくというまあこういうことをやっていく必要があります。しっかりとここを反らせていく。これをね、本当にもうトレーニング前後とかあトレーニング以外の日もしょっちゅう もう毎日のようにやっていかなければ今現在ここは丸いのになかなか柔らかくなってこないです。まあ、この柔軟運動に関してもあのいわゆる開脚とか前屈と一緒ですよ。毎日やれば柔らかくなる。 毎日やらなければ柔らかくならないということですね。だから今、この胸椎のストレッチに関しても、できるだけ毎日やった方が早く柔らかくなりやすいということですね。まずはその腰椎、胸椎、そこのところを反らせていく。まあこういった感じの、まあ何でもいいですけど、こういうようなストレッチをやっていく必要があります。そしてもう一つの柔軟性というのは、この縦だけでなく、この左右なんですね。左右もこういうふうにしっかりとアーチを描けなければいけない。縦のアーチもあれば、縦のアーチもあれば、左右もこのアーチを描くことができなければ、この肩が最初からこの,この状態であれば、やっぱり 出やすすいわけですねだからこれれを開いいいた状態にでできる柔軟性がなければいけなけけばすでこの柔軟性は何かというと、この鎖骨なんですよ。で、鎖骨っていうのは、こうね、一本もこうあるじゃないですか。で、これはついてるところ、内側の,この中心の部分、それから肩の前についてる部分、この二つがしっかりと開く、開く、こういう動きはしっかりできなければいけないわけね。この肩関節はぐるっと後ろを回転するようなことができなければいけないんですけど、これについてはね、まずね、この手を合わせます。指をクロスして、指をクロスして、できれば手のひらをつける。 で,まあ、できるだけつけてほしい。できるだけ手のひらをこうつけた状態。これは離した状態じゃなくて、つけた状態にしておいて、それで腕を伸ばします。ね、手のひらもつけた状態。ぎゅっと絞ります。で、この中で肩を後ろに回転させる。こういうストレッチですよ。こういうストレッチ。これでぐーっと回転させることで、鎖骨の中心と肩の前の部分。この2箇所がストレッチされるのを感じてほしいです。ぎゅーっとこれを肩を回転させる。こういう感じ。で、このままでしばらく2、30秒キープ。 してちょっと休憩してまた230秒ギューッと伸ばし続けるということねでこれをやっていく時にこの辺りがあんまり開かなくて動かなくてでもなんとかやりたいってやろうと思って腰でねグッとこれを入れることによってなんかごまかしちゃう場合があるんですけどそうならないできるだけここまっ平らにしておいてここの骨盤腰椎が動くことなく肩だけでぐるっとストレッチしていくということ後ろになんとかね他で補っても後ろにやっていくこうというじゃなくてやりたいことはここの柔軟性が欲しいということですから そのためにはここら辺で、ね、インチキをしないインチキをしないでお腹骨盤しっかり固めといての肩を後ろに引いて特にねこの辺り肩の前がしっかり伸びるようなストレッチをしてほしいですもうこれもしょっちゅうやった方がいいですねでこれをやらなければ、まあ普段こうデスクワークの人もう真逆なわけじゃないですかでこの状態なんでもう硬くなってしまうでこれをまあ仕事の合間でもいいわけですよ仕事の合間でもいいんでこれをぐるっとね開いて伸ばしてあげる必要があるということ でそれによって寝転んだ時に縦のアーチ横のアアーーチチ横を描くことがで、まあ、できるわけですね。ただこれが最初の段階でこのアーチを描くことができるだけでは不十分で描き続けなければいけないわけですね。 つまりどういうことかというと、ダンベルを持っている。ダンベルを持っているのが、基本的には自分が10回とか12回ギリギリという重さじゃないですか。だから自分にとってはまあまあね、一生懸命やる重い重さなわけですよ。で、この重さを押そうと思った時に、ね、ここにじゃあ15キロ15キロ乗ってますっていうのはまあまあ大変です。で、これを押そうと思った時にね、せっかくアーチを描いているのはここから崩れちゃうんですよ。最初の形が崩れてしまう。というふうになってしまう。で、これなぜ崩れるかというと、 持ってないと多分やれるんですよ。で、これを持ってると重いからこれを押そうと思うと崩れてしまう。だから、ここに乗ってる重さが重ければ重いほど、このアーチを描くために、後ろ側、背中側の筋肉をしっかり締めていくだけの強い筋力が必要なんですね。後ろ側をね、反っておく。反って締めておく筋力が必要なんですよ。これが柔軟性があっても、ここに15キロとかのダンベルを持っているのに、筋力がなければ、もうこうなっちゃうわけです。こうなっちゃうわけ だから、このアーチを描くには、柔軟性も必要だけれども、背中の筋力が必要なんですね。筋力。筋肉の量じゃなくて、筋力が必要なんですね。で、このためにどういう筋力が必要かということですけど、えっと、こういうふうにやっていって、まずね、こういうふうにやった時に、肩がこう出てしまう時に、肩がこう左右にこうね、今のこの柔軟性と真逆のこういう感じに力が加わるから、こう。 背中が丸くなっちゃうわけじゃないですか。あっちが崩れるわけじゃないですか。で、このためには、逆に、この背中の上の辺をしっかり押さえておく筋力が必要なんですね。そのために必要なのが、まずね、弁当オーバーロー。弁当オーバーローは、ダンベルでもバーベルでもどちらでもいいです。 どちらでもいいんですけど、ダンベルを、えー、真横もしくは45度ぐらい、あるいはバーベルがある人はバーベルだった方がいいですけど、ダンベルでもいいですね。で、それをしっかりこの状態でやっていく、ベントオーバーロー。これをそれなりに十分、重い重さでやって筋力を上げていく必要があります。バーベルでもダンベルでも同じ。それによって、えー、今、この広背筋の上の方と大腱筋、このあたりの筋力をつけていくというためにやっていくんですね。 でそれと同時にこの肩甲骨の間肩甲骨の間も締めていきたいのでもう背中の上の方肩甲骨の間大円筋後半筋全部をこの寄せる締めるということができる筋力をつけていくということでそれによって、えー、それによってこう締めた筋肉が緩まないように後ろ側に締めたね今こうやったらダンベルプレスの真逆の締める筋力が必要じゃないですかこれを抑えるため筋力としてこうやって引いてくるベントオーバーローローイングが必要ということ で、えー、この辺りを筋力をつけるにはもう一つありますこの辺りの筋力をつけるにはやっぱりねこの懸垂が一番いいです懸垂が一番いいです懸垂をこの状態で背中を反らしてやっていけば もう楕円筋後背筋筋めめちゃめちゃゃ力上がりますからねだから筋力を上げるためには絶対けんをやった方がいいってことで、えー、これも、ね、上がれなければけん上がることができなければ蹴って上がって降りる方だけ蹴って上がって降りる方だけとやっていくだけで、まあ、筋力がつきますから上がることができるかどうかというのはまた別もない上がらなくても下ろす方をやっていくだけでこの筋力ついてきますからもうこの筋力が強くあるかどうかということはこの肩を後ろに押さえておくためにはまあ必要なわけですね なので、もう、弁当をバローとけんこれはもう、絶対に筋力を上げるために必要です。それと、もう一つ重要なのが、デッドリフトになりますね。デッドリフト。デッドリフト。これも、ダンベルでもバーベルでもどちらでもいいですけど、背中の反り、アーチをキープしたままのデッドリフト。 背中と腰の反りをキープしたままのデッドリフトや、この降りた時に丸まってしまうようなデッドリフトをしないということ、この腰のところもこれはね、こういうふうに丸まらないように、反った形をキープするような形でやっていく、まあ今僕結構軽めでやってますけど、十分重いね、十回きついな、息荒れるなっていうようなデッドリフトをやっぱりね、やっていく必要があります。このデッドリフトは何のために必要かというと、これは横のアーチじゃなくて縦のアーチなんですね。縦のアーチでこう、 やってる時にここね腰椎腰の部分がこ,のここがねべこっとこう落ちてしまうわけですよでこれが落ちないためにはアーチを描いて反ったらこれってねあの脊柱起立が収縮してるわけですねでこの脊柱起立筋が収縮する力がなければこの押す力重いものを押す力に負けてしまうわけですよだからこれが重ければ重いほど腰の力も実際にはベンチプレスダブルプレスで必要で ね、背中の上の方も必要ですけど、この脊柱起立筋をね、ここで下ろした時にギュッと締めておくことで、後ろ側をギュッと締めておくことで、ここを潰さないということが可能になってくるわけですね。これが本当に筋力ないとすぐに潰れてしまうんですよ。 なので、デッドリフトで、ここの脊柱起立筋を鍛えるということも非常に重要になってくるんですね。だから、大胸筋のために背中、腰の筋肉を鍛える、もうここから上、全部ですね。それを全部筋力を高めておかなければ、アーチをキープ、縦にも横にもアーチをキープすることができなくて、潰れてしまうので、背中のトレーニングというのは、 あの背中の筋肉をね、作るだけではなくて、それは大胸筋を作るためにも、それ相応の背中の筋力がなければ、このダンベルプレス、ベンチプレスがうまくできないですね。正しくできないですね。これが潰れてしまえば、どんどんね、負荷が逃げてしまいます。なので、アーチを作りづらい4、50代の場合には、まずね、柔軟性を高めること。それから背中と腰の筋力を高めること。この2つのレベルを上げることで、アーチをしっかり描いて肩が出なくなるんですね。で、ここをきちんとやっていけば、大体はうまくいきます。 肩が出なければもう大体がうまくいきます。なので、あの大胸筋にだけ目を向けるんじゃなくて、後ろ側、背中にも目を向けて、そちら側もきちんとね、正しく鍛えてほしいと思います。まあ、この辺をやっていけばね、もっともっと大胸筋楽に鍛えられるようになりますので、頑張っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナルユージでした。